弁護士が関わる場面が多いかというとそうでもないような気がしてはいるんです。まあ怒ってしまってからどう対応するかというのはあるのかなと思うんですけど、どんなものが多いかっていうと、マイノリティに対するこう、なんていうんですかね、偏見とか、なんかこう、そういったものについてはやっぱり最近多いのかなっていう、感度が高くなっているっていうのもあるのかもしれないですし、企業が燃えるケースとしては。まあ個人の方としては、まあ一時期、なんか最近もなんかわからないですけど、そのバイトテロみたいなのがよくあったので、そうですね、やっぱりまあ少数の方、そこが燃えやすいんじゃないのかなという気はしています。そうですね、まあよくこう、ダイバーシティっていう言葉も最近ね、こう世の中的に、まあ世界的にちゃんとこう、唱えられていることで、マイノリティの方もいて、まあこの世界は成り立ってるから、まあそういう区別差別をしないってことですよね。なんでそこをすることによっての、こう、燃えることが、結構、今世の中で多いと。そうですね。いうようなことですよね。まあ、確かに、私も広告の観点でも、よく、こう、ニュースで広告、いろんなハイブランドさんとか、いろんな企業さんが広告出した後に燃えることって、案外多いんですよ。例えば、こう、ほんと、超ハイブランド言えねえけど、が、なんかこう、すごい格好、見た目かっこいいクリエイティブだけど、マイノリティの方を侮辱してんじゃないのみたいな方々が、こう、コメントしたりすると、やっぱその広告が炎上して、広告を出稿、引き下げる。っていうこともやっぱり本当多いんですよね。具体的な例で言うと、まあ日本の企業さんですけど、企業名は言わないですよ。まあ女性活躍を推進してるっていうような姿勢を、見せた広告を作ったんですよ。けど、その会社さんは女性の役員が一人もいなかったんですよ。そこをやっぱり見た一般の方が、いや、お前の会社は女性の役員一人もいないのに何女性活躍、女性活躍歌ってんだよ。って燃えたんですよね。なんで、いろんなケースがあるんですよ。多分その会社さんは、今後そういう会社にしていくっていう姿勢を多分見せたかったんだと僕は勝手に思ってるんですけど、ただファクトとして女性の役員が一人もいなかったから炎上するっていう、こう事例もあります。で僕らもこう作り手としてそういうこともやっぱり気をつけますし、まああまりこう守りすぎてら面白くない報告になるっていうのもあるんですけど、それによって会社のブランドが、下がるようなことはやっぱり私もできませんし、結構皆さん多くの広報マンとか広告のクリエイターの方が、その辺りも最近やっぱすごく注意してやってると思いますので、まあ、企業の広報担当とか広告マーケティング担当の方は、まあ、そういうところもちょっと頭に入れながらいろいろブランディングしていただければなというふうに思います。近い友達とかが、お前これ炎上するぞみたいな、まあ、TikTok とかストーリーズとか、SNS 上げてたり、なんかコメントしてたり、なんかこれ危ないなって思った時は、なんかどうすればいいですかね、その人に対して。まあ身も蓋もないですけど、その人にまあ辞めさせるしかないかなと思っています。こういう残るのって、まあ、デジタルタトゥーとか言ったりして、まあ、ずっとデジタルだからずっと一回隠してしても残り続けるっていうのはよく言われるところで、それがまあリスクだって言われることもあると思うんですけど、うん、まあ、そういったとこ説明してですね、説明するって、まあその知り合いとかだと結構難しいですけど、そうですよね、これやばいよっていうのはそういう観点から説明するとか、そうですね、まあ、バイトテロ的なことをもしやったとしたら、あれ、まあ実際の事例でどうなったのかちょっとあんまり知りようがないことですけど、まあ企業からその損害賠償とか請求されてる可能性もあると思いますし、まあ、まあ会社クビになるのかとなってると思いますし、そうですよ、もうすぐやめろっていうのを言うしかないのかなとは思います。そうですかね。まあなんかこう多感な時期のお子さんをお持ちの、まあ、ご父兄の方々とかは、もしかしたらまあこう子育ての教育としてそういうこともアドバイスする時代が来てるんでしょうね。うん、はい、今日はキャタライブの郷先生ありがとうございました。いやー、たくさん勉強になったんじゃないかなと思いますし、仕事相談さんからの相談もいろいろ回答できてよかったと思います。はい、ということで、来月は、今年最後のキャタライブになります。日付は12月23日金曜日、クリスマスイブイブでございます。ゲストは、静岡のご当地アイドルノーフィルター。いやー、何か起こりそうな一夜になりそうです。ぜひ皆さんお楽しみに。モスチェキと